日本短い昔話、今日のお話は下切りすずめ。昔々、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは一羽のすずめを可愛がっていました。けれどもおばあさんはすずめのことがあまり好きではありませんでした。ある日、おじいさんは山へ仕事に出かけました。おばあさんは家で洗濯をしようと洗濯のりを煮ました。ほんの少しの間、おばあさんがその場を離れるとスズメがやってきてのりを全部食べてしまいました。おばあさんは戻ってきてスズメがのりを食べてしまったことに気づきました。おばあさんはカンカンに怒ってスズメの舌をハサミでチョキンと切ってしまいました。スズメは泣きながらどこか遠くへ飛んでいきました。おじいさんは山から帰ってくるとスズメがいないので大変悲しみました。そしてスズメを探しに旅に出ることにしました。スズメやスズメや、お前のお宿はどこじゃ。そう言いながらどこまでも歩いてとうとう竹やぶにたどり着きました。そこでおじいさんは可愛らしい声が自分を呼んでいるのに気づきました。おじいさん、おじいさん、こちらでございます。おじいさんがそこへ行くと、美しい着物を着たスズメがおじいさんを手招きしていました。おじいさんは言いました。スズメや、痛くはなかったかい？かわいそうに、本当にすまないことをした。スズメは言いました。おじいさん、私は元気になりましたよ。スズメの里に伝わる薬で舌は元通りになりました。それからスズメはおじいさんをスズメのお宿に招いてたくさんの食べ物とお酒でもてなしました。おじいさんはすっかり満足してそろそろ家に帰らなければと言いました。するとスズメは大きなつづらと小さなつづらを持ってきて、どちらか一つお土産に差し上げますと言いました。おじいさんは言いました。わしのような年寄りにはこんな大きなつづらは運べない。その小さいのをくださるかの。そしておじいさんは小さいつづらを背負って家に帰りました。さようならスズメたち、さようならおじいさん。家に帰るとおじいさんはおばあさんと一緒に小さなつづらを開けてみました。すると中からたくさんの金や銀、大判小判、美しい布が出てきました。おじいさんはこのお土産に大喜びでしたが、おばあさんはカンカンに怒って言いました。なぜ大きいつづらをくれと言わなかったんだい。そこでおばあさんはスズメのお宿を目指して旅に出ました。スズメよ、おばあちゃんだよ。スズメたちは驚きましたが、おばあさんを食べ物とお酒でもてなしました。おばあさんは言いました。そろそろ帰らなきゃならない。お土産に大きいつづらをくれ、小さいのはいらないよ。するとスズメたちは言いました。わかりました。大きいつづらを差し上げます。でも、家に着くまでは決して開けてはいけませんよ。おばあさんは大きなつづらを背負って、えっちら、おっちらと歩き始めました。けれども、大きなつづらはとても重くて、おばあさんは疲れて立ち止まり、つづらを地面に下ろしました。一体何が入ってるんだろう。きっと宝物がたくさん入っているんだよ。おばあさんはスズメとの約束をすっかり忘れて大きなつづらを開けてみました。するとどうでしょう、中からはたくさんの虫やミミズが出てきました。
おばあさんはギャーッと叫んで家に逃げ帰ったということです。トッピンパラリのプー。